今僕新大阪にいるんですけど、今から網走に行きます。あれ、網走に行くんだったら飛行機じゃないの、関西空港から飛行機で行くんじゃないのと思った方、鋭い、地理に詳しいですね。そう、乗り遅れたんです。関西空港から釧路までに行く飛行機としたんですけど、でそこから釧路から網走まで電車でね行こうとしてたんですけど、乗り遅れました。せっかくね、網走前の飛行機結構高かったんですよね。網走の最寄りの女満別空港かなんかあったんですけどね、その空港まではね、関西空港から4万円ぐらいかかるんですよ。だから高いから、じゃあ釧路までは LCC が飛んでてね、7000円、じゃあ8000円か、ちょっと忘れ、9000円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、それぐらいで行けるか、よっしゃ行けると思ってね、それ取って行こうとしたんですよ。まあ、なんですけど寝坊しちゃって乗り遅れました。ちょっともう本気でへこみました、まあ、バカのバカのバカです。今回乗り遅れたのは関西空港10時発釧路に12時に着くピーチのフライトです。予定では釧路に12時に着いた後 JR で3時間かけて網走まで行く予定だったんですが、それができなくなりました。間に合わないことが分かってすぐに他の便で釧路に行けないか調べてみたんですが、関空から釧路に行く便は僕が乗り遅れたピーチのフライト以外にはありませんでした。じゃあ成田まで飛んで成田発の釧路行きはないか調べてみたら、どの便も値段が高すぎる、もしくは今日中に網走にたどり着けない状況だったので断念。じゃあ釧路はやめて新千歳に飛んで札幌から特急で網走に行けないかと企んだんですが、それも関空成田ともに高い、もしくは間に合わないのどちらかでした。じゃあ名古屋近郊の中部国際空港からの便はどうかと調べてみたら、なんとありました。安い上に間に合うエアアジアの新千歳行き。だから今ドスコイは新幹線に乗るために新大阪の駅に立ってるんですね。バカです。まあでも僕ね、皆さんもご存知の通りね、失敗すること多いんですよ、うん、だからね、こういう時ね僕結構冷静なんですよね。こういうねトラブルの時ね、僕あんまりうわーってね意外とならないんですよね。トラブル慣れしてるんですね。そうだからね、もう今全然焦ってないです。関西空港からの飛行機に乗り遅れて中部国際空港経由で網走に行く、どうすごい気になりますよね。ちょっと行ってみます。ということで新幹線に乗り込みました。2月19日の時点では車内も駅ホームもまだ普通にしていますね。このナレーションを撮っている3月下旬にはガラガラになっているんですけど、乗ってすぐに発車しました。新幹線に乗るたびに思うんですけど、これめちゃくちゃ早いですよね。江戸時代の人が乗ったらどんな気分になるんでしょうか。一回乗せてみたいです。画面の中のドスコイもご満悦の様子。飛行機は乗り遅れたけど気分は上々です。米原を越えると雪景色になってきました。北海道に着く前にまさか滋賀県で雪を見れるとは、人生何があるかわからないですね。味わい深いです。しばらくすると名古屋が近づいてきました。関西から北海道に行くのに名鉄を見れるなんて得した気分、そう思えるぐらいには精神は安定していました。名古屋の高層ビル群が姿を現しました。これ何度見てもかっこいいです。ここだけ急に高層ビルだらけになるこのギャップ、なんかアメリカみたいですよね。リニアの開業に向けてさらに開発が進むらしいので期待しています。はい、ってことで名古屋に着きました。どうですかこのビル群ね、この3つとあとね、こっちもあるんですよね。これがね JR セントラルタワーかなんかですよね。そう、これ有名なやつです。で最初はねこれしかなかったのかな、これとね、あと1つか2つぐらいしかなかったんですけど、だんだん増えてきてね、今ねいっぱいあるんですよ。これにこれにこれに、この向こうもあるかな、まあ、あでね、この向こうにね、なんかこれあるでしょ、これ名鉄のビルかな、名鉄百貨店かなんかのビルだと思うんですけど、これがね建て替えするらしいんですよね。なんかこれをね壊してね、なんか細長いな壁みたいなビルをドーンって作るらしいですよ。楽しみですね。まあこうやってね、今日名古屋の高層ビル群を見れるのも飛行機に乗り遅れたからですからね。うん、乗り遅れてよかった。楽しい。
ってことでね、気を取り直して今から名鉄、あっちからね、あそこに名鉄の駅があるんですけど、名鉄の電車に乗って、中部国際空港に行こうと思います。しかも特急ミュースカイっていうね電車に乗るんですよ。そう、あ、ちなみに僕言ってなかったですけど、中部国際空港行くの初めてなので、しかも初めてのそのミュースカイって特急に乗ってね行くから今ワクワクしてるんです。あー、まあ同じこと何回も言いますけど、乗り遅れてよかった、飛行機乗り遅れてよかった。中部国際空港に行く名鉄の特急、気になりますよね。ちょっと乗ってみます。ご希望の列車のボタンに触れてください。名鉄の乗り場に到着。すごい頻度で電車がやってきます。複数の路線が全部このホームから発着するので、この時間帯でも2分間隔、こういう停車駅の案内板がないと地元の人以外は本当にわからないです。あ、これが中部国際空港に行くミュースカイかなと思ったんですが、これじゃありませんでした。これは豊橋行き、危ないとこでした。本物のミュースカイがやってきました。これいつか乗りたいなって思ってたんですよ。でも関西に住んでるとなかなか中部国際空港に行くことがないので、今回思わぬ形でのデビューとなりました。座席はこんな感じ、水色です。すぐに発車しました。発車してほんの少しの間地下を走るので、高層ビルがだいぶ向こうに行ってしまったんですが、少し見ることができました。中ぐらいのビル群を見ながら名古屋を後にします。金山に到着。ここも名古屋駅と並ぶターミナル駅ですよね。金山総合駅という珍しい名前になってます。アナウンスでは金山と言ってましたが、それが正しいイントネーションなんですかね。金山を出て次の神宮前を出るともう空港まで止まりません。大阪のラピートみたいに沿線の通勤需要は拾わないんですね。とここで画面の中のドスコイがタヌキ寝入りを始めました。今回も迫真の演技。しばらくすると中部国際空港セントレアが見えてきました。セントレアって名前かっこいいですよね。伝説の空港みたいです。本当は第一ターミナル見たかったんですけど、また乗り遅れるのは嫌なので LCC 専用の第二ターミナルへ向かいます。とその前にこんな素敵空間がありました。こういう感じのモールって成田にも関空にもないですよね。昼間なのに夜みたいでテンション上がります。こんな飛行機の展示まで、すごいの一言です。もう少し歩くと第二ターミナルに着きました。あわよくばチェックインした後に急いで第一ターミナル見に行こうかなと思ったんですけど、無理そうです。だいぶ距離がありました。第二ターミナルはこんな感じ、 LCC ターミナルらしいシンプルな作りです。荷物検査を終えると長い通路が待ってました。でもこの通路飽きないようにいろいろ工夫がしてあって、消費カロリーを教えてくれたりとか、もうちょっとって言ってくれたり、楽しく歩けました。はい、ってことで中部国際空港の第二ターミナルの乗り場に到着しました。ほら、あそこね、飛行機あるでしょ、ね、あれじゃない、あれジェットスター、僕のエアアジアだから、あれどこかな、 あれですけどね、あれに乗るんですけどね。でもあっという間に着きました。本当に結構な距離移動したはずなんですけど、やっぱ新幹線でね乗ってるからね、もう全然なんか遠い感じしないです。隣町は言い過ぎかもしれないですけど、もう本当それぐらいすぐ着きましたよ。でね、まあ、今からね、あの飛行機に乗って北海道札幌に行きます。本当はね、釧路行ってね、釧路から網走までね電車で3時間ぐらいローカル線で行こうと思ってたんですけどね、まあいいです。うん、ね、中部国際空港来れたからいいです。うん、
しばらくすると飛び立ちました。ついに北海道に向けて出発です。関西空港から釧路の予定がセントレアから新千歳になったんですけど、離陸の瞬間はやっぱり気持ちいいです。眼下に長島スパーランドが見えました。上空から見ると長島スパーランドのとこだけ別世界みたいになってて笑えます。この時はまだ空いてたんじゃないですかね。名古屋の高層ビル群も見えました。どんだけ高層ビル好きなんだと思うかもしれないですが、好きです。長野県の山が真っ白に染まっています。まるで消火器をひっくり返したような雪景色。北海道に着くまで2回も雪を見れるとは思いませんでした。しばらくすると本物の北海道が見えてきました。道路の曲線が少なくて碁盤の目みたいになっている感じ。北海道の始まりです。広大な大地が広がります。なんと空港に雪が積もっています。こんなの初めて見ました。飛行機が通るとこだけなぜか雪がありません。ご案内いたします。はい、ってことで新千歳空港に着きました。ほらこれ見てください、これほらほら、もう雪景色、一面雪だらけ、雪が積もってます。まだね、今年大阪は雪一回も積もってないですからね。雪が降ってるのは一回見たことあるんですけど、でもね、こう積もってるのは今年初めてです。どうですか皆さん、味わい深いですね。でも今ね、北海道にいるのが不思議な感じです。ちゃんと北海道着いた、よかった。もう一時はどうなるかと思ったんですけどね、ちゃんと北海道着きました。まだまだね、まあ網走はまだまだ遠いんですけど、でもなんかもう北海道に来たっていうだけでね、もうなんかだいぶ安心感があります。もうだってね、あと1時間ぐらいね、電車乗って札幌行ってね、そこから5時半発の特急乗れば網走行けますから、はあ、もうね、もう簡単ですよ。もうよかった。でね、今マイナス1度なんですけどね、全然平気です。やっぱ旅行できてるからでしょうね。うん、これがね、旅行じゃなくて仕事とかでね、もうなんかいつもの日常とかだったら多分うー寒い、嫌だとかなってるんでしょうけど、まあ、あと雪が積もってるのもあるかな、うん、なんかね楽しいです。全然なんかこう、うー寒いって感じしないですよ。まあこれで手袋もしてますけどね。はい、じゃあちょっと雪を触りまーす。まあこの雪ちょっと触るぐらいの別でしょ、これね、投げたりしたらあれですけどね、ちょっとね、雪をね、今年初めての積もってる雪を触りまーす。ほらほら、雪どうですか。うおー、やっぱ北海道の雪でサラサラしてますよね。どうなのかな。あの昔ね、テイネかどっかで、あのスキー場がね、あの札幌ってね、あのすぐもう電車で、札幌駅から電車で10分5分かもうすぐちょっと行って、そこからまあバスかなんか行けるところにね、あのスキー場あるんですけどね、そこ行ったことあるんですけど、やっぱりね、北海道の雪は違うな、その時思ったんですよね。10年以上前かな、あれね。うん、まあでもこの雪はどうかな。今年ね、あの暖冬ですからね、マイナス今も1度だし、まあこれは本州の雪とあんま変わんないかな。本州っていうか、そう、大阪とか東京とかね、まあ、あんま大阪も東京もあんま積もんないですけど、たまに積もるじゃないですか、うん、その雪とまあそんなに変わらないかな、これ。うん、まあまあ、はい、まあ、ってことでね、電車に乗って今から札幌の中心まで行きます。